土田照之です。FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送から本日も生放送でお届けしております。はい、さあもう早いもんでね、もう9月も終わりということでございますけれども。まあ今日はあれですね、普通オタメールがもう皆さんからのうちピーの。出た。もうメールがいっぱい来ておりました。昨日、内村プロデュースが。はい。内村さん還暦祝いというのもありまして、復活してね、はい、やってたんですけど。ちょっと申し訳ないんですけど、僕があのちょっと放送まだ見てないということで。私も1時間だけ見ました。あ、そうなんですね。はい。そうそう、だから見てないんで、僕も何とも言えないんですけど、まあ皆さんのね、こうメール見て、ああ、そうなんだと思って。だからもうちょっと、裏話というかね、その、うちぴー今回の2日に分けて収録されてたんですけど、初日の土曜日があるんですけど、この日に国立競技場で撮って、はい。森田の家行って、ああ、はい。んで、箱根に行ってる。ああ、はい。で、その翌週の土曜日。はい。に、横浜の方で豪華客船で、あ、はい、収録するっていうのがあったんですけど、僕最初の方の土曜日だったんですよ。あ、そうなんですか？はい。でもそっちの方で、僕、その浦和の方で以前も話したイベントというかその会社のパーティーが決まってて、うんうん、で、そのパーティー終わりで、東京帰ってうちピーがあるなんて話があったんですけど、ちょっとしんどいなぁなんて思ってて、で、せっかくその浦和に泊まれるし、後輩芸人も来てるし、うん、なんかみんなで飲みたかったのになぁなんて思ってたら、結局まあ翌週になったんで、僕はそのまま浦和のイベント終わりで、この浦和で飲んでっていうのができたんですけど、はい、で、翌週、横浜の方に行った時に、スタッフや、はい、内村さん、サマーズの二人とかに言われたのが、先週分で十分2時間足りてると。いや、すごい。もうめちゃくちゃもう盛りだくさんだったから。盛りだくさんでしたね。そうなんですか、はい、って、で、いろんな話聞いて。で、実はその間にも、それこそバナナマンからも、この間その国立でっていうのを聞いてて、うん、で、なんか、そうなんだっていうのを聞いてたから、じゃあ今日横浜あんまいらないっすね、なんつってて。でもその横浜でやるのがその豪華客船で、その引き出しようっていうやつだったんですけど、もうだから、まあ、結局、一回しか行ってないのよ。俺、トップバッター大竹さん行って、次が俺だったんだけど。え？そうだったんですね。そう。放送順は多分。あ、違うんだ。違いました。ああ、そうそう。だから2番手だったんだけど、はい、その引き出しをって、もう多分最低でも3回くらい行かされるっていう、思ってるわけよ。はい。今までの、はい、経験上。まあ、それ、もしくは4回、5回は行って、どんどん追い詰められていく様だから。だからまあと思ったら、改めて見たら、その人数が多くて。あ、こんな人数多いんだっていうのと、豪華客船が、あれ本当の豪華客船なのよ、世界回ってる。あ、ガチなんだ。ガチなのよ。で、あれが、日本のその横浜港に来て、はい、外国のお客さんとかが降りるわけよ。あ、その横浜で。はい、で、降りてこうお買い物とか行ってる間で、あのロケやってる日の夕方には、日本を離れるの。確か。タイトなスケジュール。そう。なんで、お昼の2時半には完全撤収っていう。あ、2時までの収録が。で、その間に、3ブロックあったのかな。はい。とかをこう、急いで撮るみたいな感じだったんだけど。そうですね。そうそう。だからなんか、うちらは、だから結局みんな1回ずつぐらいしか出番なくて、あ、なんか、こんなんだったんだって。でも、先週がかなり盛り上がってるって話聞いてるから、うん、そっちが楽しみだね、なんて話してて。で、2時半に、その、まあ、2時にはその完全撤収終わるわけよ。はい。だからもう2時半ぐらいには、みんなその横浜離れて、はい、じゃあ、つって、一回家帰るんだけど、その日の夜6時に、そのうちぴーの打ち上げがあるっていう。あ、そうだったんですね。そう。で、うちぴーって何が楽しいって、もうその、収録で散々追い込まれて、いっぱい汗かいて、みんなで笑いながらその、酒飲むのが楽しいのよ。毎週ね、それがあったのがやっぱうちぴーの良さで。で、やっぱこう、打ち上げ行きたいから、行って、はい、だからそれこそだからその、一週前に出てたメンバーだと、アンタッチブルのザキヤマが、あ、はい、アンタッチブル。来てたりとか、そうだ、はい、まあ内村さんいて、サマーさんいて、深川がいて、で、TM のゴルちゃん、ゴルゴ松本さんがいて、はい、で、クリームショーの有田さん来て、はい、で、おぎやはぎ二人いて。有吉さんとか。有吉来なかった。ああ、バナナマンも。多分、ああ、だ仕事があるメンバー来れないから。あと、ヒコロヒーが来たりとか。そう、はい、だから結局、ジジメンバーばっかりで、若手メンバー、ヒコロヒーだけで、でヒコロヒーなんか最後まで付き合ってくれてて、さすが。いや、偉いなぁ、つって、ね、そうなのよ。ほんでも楽しくずっとね、思い出話とかしてて。だからなんか今回はその内村さんの還暦も込みで、はい、お祝いも込みで、こう、復活打ちピーだったけど、やっぱめちゃくちゃ楽しかったから、もっとやりたいって話になって。ほんならもう誰かが60になったらやるかって話になって、はい、次の60誰だって言ったら、レッド吉田なのよ。ちょっと弱いな、つって。テレ朝が力を貸してくれるのかと。レッド吉田還暦祝いで、打ちピー復活は、なんつって。今56とかでしたっけ？よちゃん？はい。全然、よちゃんもっと全然上。え？サマーズさんより上だから。え？もう来年とか、
そうなんです。だから多分59ぐらいで、本当来年再来年ぐらいなのよ。だから復活早くねえかっていう、うちピーで、ね。確かに。そうそう。ね、だったらやっぱこう出川さんになるかって、うん。でも出川さん終わっちゃってるし。そうですね。そうそう。あ、出川さんの方が一個年上かとか。じゃあサマーズさんだよねとか。はい、そうそう。とにかくまあみんなが。60になったら、とにかくうちピーやってほしいなっていう。だから現場仕切ってる、はい、ディレクターさんは若い。今の現役の子だけど、そのかつてのあのレギュラー放送だった時のうちピーのそのディレクター陣とかももちろんみんないてとか。うわ、じゃあ長尾さんも。あ、長尾さんはいなくて、そうそう、他の人とかもこういる、いて。で、そのベテランと若手でやってる感じで。楽しかったですよ。私はその、本番始まる前に言ってたのが、はい、そのうちピーのやつを見て、あ、ナレーションの劇中の人だってなって。ああ、そうそう、だからまあ、K-MAX がね。そうそう、だからプッスマも多分一緒なんじゃないかな。うそう、思って。そう、だってもう、うちピーなんて本当その思い出がいっぱいだから、その、愛さんっていう、はい、今はプロデューサー総合演出なのかな、方がいて、その方とかが、こう、現場を仕切って若い頃やってくれたんだけど、はい、俺その人の一声で家買うの変わったからね、今の家になったりとか。あ、そうなんですね。そうそう。前は違う家をこう見てたのよ。はい、で、なんならうちピーの収録が、当時、東洋町ってとこにテレ朝のスタジオがあったの。はい。で、そこでうちピの収録終わりで、その、当時見てた物件とかを、うん、その、この後ちょっと見に行こうと思ってるんです、なんて、その、内村さんとかサンボさんとか話してて、はい。そうなんだ、なんつって話してて、で、見に行ったりとかしてて、で、どうだったのつって、で、ちょっといいのか見っかったんですよ、つって、で、ここの街にあって、って言ったら、その、愛さんっていうスタッフの方が、あ、まあ、うちのさ、なんか嫁さんに聞いたんだけどさ、まあ、その町やめた方がいいぞ、うんうん、あんま良くないからって言うから、え、そうなんですかつって。で、いろいろ話したら、あ、じゃあ、あんま良くないんだ、つって、じゃあその家やめて、違う家探して、で、今の家また見つかって、とかなったんだけど、ほんなら次の収録でその愛さんやった時に、あ、ちょっとごめんつって。なんか、嫁さんによく聞いたらさ、あの町すげえいい町なんだって、つって。これからさらに良くなる街なんだって言ってから、おーいつって。話全然違うじゃねえかつって。勘違いだった、ね。そう、勘違いだった。これからどんどんこう開けていく。すごいもう計画が今立てられてるいい街なんだつって。じゃあ今があれだけど、うん、これから良くなるが、そうそう。なんかあんま良くないみたいな取っちゃったんですよ、ね。なんかね、なんか勝手にイメージそう思ったらしくてみたいな。だからそういうのもいろいろありながら、ちょうどその家を買うと、多分30前後ぐらいの時に多分うちピーなんてめちゃくちゃお世話になったんで。だからそれこそ、だから有吉とか、もそうで、はい、土曜だぴょんって僕は長野で番組やってたんですよ。はい、で、それはもう僕が、土曜だぴょんっていうのが、長野だけでやってる土曜日の生放送だったんだけど、はい、長野に行ってやってる番組だった。で、そこで劇団してるが最初1年レギュラーだったんだけど、はい、まあ卒業する形で、次有吉に入ってもらったんだよ。はい、ほんなら有吉がその土曜だぴょん休むことになったのが、まさに猫男爵。あ、すごかった。そう、もううちぴーは、各種の勤労収録だったのかな。はい。で、その猫男爵ぐらいしか多分有吉当時仕事がなくて、で、その猫男爵に出るんで、土曜だぴょん休んでる間に、違う、末吉っていう芸人が来て、その末吉君にレギュラーを奪われるっていう。いや、でも猫男爵すごかった。やったんだ。はい。あ、森田んちで。え、だから私はその猫男爵さんの、はい。猫男爵に3つけんの。はいはい。え、泡の耐久力がすごいなと思って見てて。いやでもまあまあ言ってもほら、コンプラの時代なんで、もちろん攻めてはいるでしょうけど。はい。まあ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 。すごかったです。あ、すごかった。はい。だから箱根行って、もちろんあれもやってるわけでしょ？だるまさんが転んだもん。あそこ見てないんです。まだ言わないでください。玉職に出てきました。あ、出てきました。よかった。うん。ちょっと言わないでくださいよ。今楽しみにしてるんで。あ、玉職人を？あ、そうなんだ。ダメな気がするな、その楽しみに。楽しみにしてるって言っちゃダメな気がするな。そうでしょ。確かに、ね。そうそう。いろいろ、どうだ、いろいろね、もう皆さんから、リスナーの方からもこうメールもらってるんですけど。はい、そうそう、ちょっとその本番前に清水さんとも話したのが、もうまさにこれだわ。もう川口市の、埼玉前が39歳から来てるんですけど、はい、土屋さん、内村プロデュース見ました。あのメンバーの中でも後輩のポジション、土屋さん、懐かしかったです。引き出し王も面白かったですが、スーパー小学生と対決して、活躍したのに三村さんにノロマガと罵倒される土屋さんも見たかったです。あ、っていうのはもうこれがもうまさに。これがまさに。はい。ツッチーが唯一レギュラーのように呼ばれてた、スーパー小学生と戦う企画っていう。言ってましたね。そうそう。これ一番最初はフットサルだったのよ。ああ。女子チームで小学生じゃなかったと思うんだよね。あ、そうなんですか、ね、と戦うってなった時に、スタッフの手違いなのよ。
スタッフが多分当時のインターネットで調べた時に多分俺が埼玉県選抜に選ばれてたみたいな。サッカーでね。まさかの。そう。で、だから要は助っ人。はい。内様、内村さん、サマーズさん、深川とかのとこに俺が助っ人で入ってやるっていう。あ、もうスーパースターとして。スーパー、そう。もうスーパースターとして行くって話だったんだけど、はい、やってないじゃん。そうですね。サッカー詳しいだけで。だからもうその本番前に、え？ってなるわけ。で、大阪から当時 TKO が来て、はい。ほんで TKO も別に、まあ、ちょっとサッカーやったことあるぐらいみたいな感じで。いやいやいや、女子とはいえ、やってる子たち相手に勝てねえだろみたいになって、この企画でボロ負けすんのよ。ああ、そう。で、ゴールキーパーやったのが、確かもう、木下くんだったかな。うん。そうそう。で、木下くんが活躍して、何回も止めたりとかして、で木下くんはこう褒め称えられ、で、その終わった後に、その、三村さん、大竹さん、内村さんから一人ずつにこう言われるわけよ。この、ノルマが、つって、うん、デクノボが、とかつって。それが結構毎回こう恒例で。あ、そういう流れがあったんですね。はあ、流れがあって、アイスホッケーやってる小学生と戦ったりとか、あとバスケやってるチームとかね。あと、最後なんか多分ね、カバディかなんかでも戦ってんのよ。はい。ね、カバディの時は、俺すげえ大活躍してんだけど、ノロマガって言われるっていうね。あ、もうそれがセットで。もうそう、セットで。そうなんですよ。そっか。そう、だからもう、とにかくもう東京勢で僕ら世代はもうみんなその、内村プロデュースにはもうお世話になったんで、まあ、今回もそうそうたるメンバーがね。いや、すごか、豪華。そう、だからさっき本番前にその、しんさんが、すごいな、その内村プロデュースに出てたメンバーがみんな売れてって言うと、はい、みんな売れてねえのよっていう。もっといたのよ。多分100人ぐらいだよ。だから売れたやつしか呼ばれてないんだ。そうか。そうなの。バナナマンとかね。そうで、バナナマンさん、有吉さんとか。そうそう。だからバナナマンとかも結構後期だと思うもん。あ、そうなんですね。そうそう。前期は呼ばれてないと思う。そう。何年や、5年なの？いや、多分2000年から2005年って書いてあって。そんなもんなの？え、結構昔の映像とかも、そのオンエア、やってたんですけど。あ、入ってたの？土田さんが、はあ、やっぱ、尖ってる時代だなっていうのを、顔見てわかりました。どういうこと？あ、俺も出てるんだ、若い頃の映像が。はい。汗だらだらの土田さん。あ、じゃあ引き出しようよ。あ、そうです、そうです。あ、多分じゃあ初めて出た時だと思う。あ、あれ初めてだったんですね。そう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 。サマーズさんがラジオやってて、そこに、クリームの有田さんと二人でゲストで呼んでいただいて、ほんで、明日僕初めてうちピー行くんです、よろしくお願いしますって言ったら、まあ明日引き出しろだぞ、つって。一番しんどい企画だぞって言われて、震えながら行って、汗止まらずに、もうやめたいと思ったけど、その後の飲みがめちゃくちゃ楽しかったし、あ、よかった。あと結局やっぱノープランの大事さっていうね。あ、やっぱりいくら考えてってもダメなんだって、もうやっぱ追い詰められて出た一言がやっぱ面白いんだなっていうのもやっぱ学んだりとかね、したということで、さあ、ということでね、うちぴー話でございました。はい、ですね、大谷選手が大偉業、うん、中山美穂さん以来の 50-50 を達成、もう 50-50 どころじゃないですけどね、を達成したということで、メールテーマは私にまつわる数字です。はい、例えば、私にまつわる数字は100です。禁煙始めて100日目ですが、毎日吸いたいですとかね。まあ、100日ぐらいだったら吸いたいのかな。僕は、80-20 です。カレーのルーが80、ライスが20の割合が最も美味しいと思っていますとか。まあ、なるほどね。あと、私は、濃いめで7。はい、これはもう結婚式のスピーチ前にハイボールを濃いめで7杯飲んじゃいました。僕ですね。そうですね、須田さんですね。これ新業さんの結婚式の時ですね。全然もうちょっとオープニングで挨拶あんのかなと思ったら全然呼ばれねえなと思ったんで、もういや途中でと思ってバンバン酒飲んじゃいましたけどね、はい、などなど。あの、 へそではあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスはへそアットマーク 1242.com、へそアットマーク 1242.com、 へそのスペルは HESO です。あなたからのメッセージお待ちしています。テリー東です。からあげの天才が焼肉弁当を始めましたよ。タレに漬け込んだ熟成カルビをお店で炙る本格焼肉弁当です。おすすめは焼肉とからあげ両方が楽しめる焼肉&唐揚げ弁当です。ここは未来に思いを馳せる喫茶店。介護士さんが考え事？元気の秘訣ってなんだろう。好きな人好きな場所ですかね。介護の仕事でそのお手伝いがしたいんです。いい未来になりそうですね。好きな街でずっと暮らせる介護を進めます。
タクスをつなぎ未来より。毎週日曜お昼12時から生放送でお届けしています。日本放送土田照之日曜のへそ。さあ本日のメールテーマはですね、数字にまつわる数字です。じゃあいきましょう、はい、川崎市の新たな兄ちゃん、私にまつわる数字は 42.195 です。 42.195、 はい、日ヘソで最初に読んでもらったメールがフルマラソン参加中についてでした。あ、はい、そして今日29日は北海道網走でフルマラソンを走っています。すごい、川崎なのに新たな兄ちゃん。すごい。北海道まで走り行ってんの？網走。放送の時間帯は後半戦なので頑張ります。リスナーのみんな、オラに元気を分けてくれっていうね、元気玉ですね。うん、でも、今26キロあたりを走ってるということで。でも北海道だったら相当涼しくて走りやすいんじゃないですか？もはや寒いんじゃないですか？確かに網走なんて海っぺりですからね。すごいですね。そして今日も読まれるっていうね。そうだね、うん、すごいですね。あれ走ったら読んでくれるのかな。走らないと読まない。ひどいね。あなたのじいちゃん頑張ってゴールまで。じゃあ続いて、はい、水沢市の湘南ピッピ48歳、結婚して23年、ほう、当時購入した冷蔵庫洗濯機が現在も頑張ってくれています。すごい、23年ありがとう。もう少し頑張ってもらいたいです。平均寿命ってどれぐらいなんでしょうね。まあ10年ぐらいです。10年ちょい。うちおばあちゃんちも、はい、昔すっごい古い電子レンジ使ってて、あ、ナショナルって書いてありました。あら、いい、欲しい。逆に言って欲しい。なんかでもすごい、多分当時としてはすごいハイテクなものだったけど、そうだろうね、すっごい長持ちしてましたね。私が小学生ぐらいまで使ってたんで、あ、多分30年ぐらい使ってたんじゃないかなって思います。だからやっぱ使う頻度にもよるしね。でも電子レンジってアホみたいに使いません？じゃあそれはアホみたいな生活してるからじゃない？確かに。そうですよ。だって別にね、今日食べる分だけ作ってる人は使わないってことだもんね。そうですね。ね、お惣菜とか買ってきたりとか、コンビニのお弁当買ってこなかったら電子レンジって使わないもんね。なんかそのタイム、その分数をやるやつがこういうネジ式のやつで、はいはい、ジーって回すやつね、ダイヤル式の、なんかもうすごい懐かしい。でも23年はすごいですよ、冷蔵庫と洗濯機。23年は実家はないかもな。冷蔵庫これ冷えてるかな本当に。ちょっと湘南ピピ確認して、これ氷とかまだ固まる？もう氷がちゃんと固まらなくなったら本当マジで買い替え時ですからね。あとなんか昔よりその省エネというか電力を使わなくなってるじゃないですか、はい、最新家電って。だからめちゃくちゃ電気食ってるんです、どっちも。あ、洗濯機も今のやつの方が電気も食わずにめちゃくちゃ綺麗になりますから。うわ、本体の値段はもちろんお高いんですけど、うん、全然毎日かかる電気考えたら、特に冷蔵庫はずっとコンセント入れっぱなしですからね。じゃあ、とっとと変えた方がいいですね。はい。冷蔵庫は早く変えた方がいいと思います。冷蔵庫はどれぐらいなんですか？ちなみに寿命というか。大体ね、でも家電って10年ちょいぐらいです。使い方の頻度もよりますけど。だからうちなんかは洗濯機全然10年持たないんで。ああ、もう頻度が。そう、もう1日に回す回数がもう、他の家とは桁外れなんで。だって一人暮らしの人と、ね。その、5人。5人。でっかいのが5人ですから。まあ、単純計算だったら5倍ですからね。そうですね。はい。そうですよ。確かに。じゃあ続いて。はい。あ、来ました。群馬県の17歳、ピアノ少女。はい。私にまつわる数字は、297です。297? はい、297。これは、私が今まで日曜のへそに送ったメールの総数です。すごい。メールフォルダーを開いて数えてみました。もちろん私なんかより先輩リスナーの方の方がたくさん送ってると思います。もしもこのエネルギーを別の方向に使っていたらもっと賢くなっていたかもしれないと考えたことがあります。それでも毎週メールテーマという新しい宿題を出してくれたり、大量のメールに目を通してくれるスタッフさんには頭が上がりませんし、はい、私のくだらないメールを声を出して読んでくださる千田さんや新内さんには感謝の気持ちでいっぱいです。謙虚。今日はこれから英語の e-talk を、TOEIC、はい、TOEIC を受けてきます。ああ、日曜日だからか。日曜日なの ?TOEIC? なんか大体土日にやってるイメージ。テストなのね、はい。前回のスコアを上回れるように頑張ります。ちなみにこっちの数字は秘密ですっていう。ああ。
TOEIC って数字が出るんですか、点数が出るんですか。数字で出ます。あ、持ってるんですか。持ってないです。おいおいおい、なんか私も受けましたみたいな。なんか高い人だと900とかですよね。え、 900？ はい。え、何点満点の話してんの。わかんないです。990、はい、990万点、中途半端中途、100でいいじゃん。そうっすよね。990万点って。私英検のあれ何級だっけな、12級を、うん、1点足りなくて落ちたんで。でも落ちたんでしょ。はい、別に1点足りないのはもう落ちて不合格って不合格ってことですね。でも1点ってと思って。いやいや、えってことはそれは英検は何を持ってるの。3級だけ持ってます。3でも3級もすごいんじゃないの。3級は中学校卒業レベルです。そうですね。12級はすごいですよ。よかったら。受かったでしょ、はい、落ちてます。ちょっと待って、中学校卒業レベルってこと、俺も中学校卒業してるからあるってこと。英検3級受けて、受かったらあります。受かるわけねえじゃん。だから TOEIC はその上、なんかその英検とまたベクトルが違う英語のテストなんで。へぇー。発音のいいですか、ロサンゼルスとか。そういう俺はね、うん、俺も発音だけはロサンゼルスって言うアンプランテスコって言うから。俺やっぱもう我々はやっぱり修学旅行でロサンゼルス行ってるから、ね、あ、そうだ、行ってるんですもんね。行ってます。本場の。本場の。アメリカに行ってるんですもん、ね、そうですよ。向こうでも全然もう普通に喋ってますから、もう。日本語を。日本語。ちょっとマジで、マジでこれ。これをください。つって。Oh, yeah. つって。Okay. Okay. つって。全然違う説得来たけど。はい。で、続いて。兵庫県のピーマンの箱詰め29歳。うん、サッカーの試合は3対2で勝つのが一番面白いと思っています。あ、ロースコアだと盛り上がらないし、点の取り合いは取り合いで、守備陣にイライラするので、これぐらいがちょうどいいです。ああ、まあまあまあ。確かに盛り上がるね。あと、点の、なんだろう、こう、どっちが先に取って何点目でこっちが点取ってとかね。はい。さらに盛り上がってくるからね。でもめちゃめちゃ初心者だなんで私。うん、うん。この間の代表戦7-0でしたっけ？はい。中国戦ね。それはそれですごい楽しかったです。すごい！めっちゃ入ると思って。そうだね。あんな入らねえんだけどね。そうですよね。そう。最終、アジア最終予選だからね。まあでもまたね、その後の試合も大量得点取ってますからね。そうですよね。だから、この試合も多分2点取られて、はい、後に3点取り返すっていうのも面白いかもしれないですね。ああ、熱。めちゃくちゃ盛り上がるし、その2点リードした側も、うわーってなるし。でも3点取ってから2点でも、ドキドキしません？ドキドキするけど、やっぱね、逆転がないと。あ、まあそっか。そうなのよ。日本、ベルギーがそうでしたね。あ、あ、嫌なこと言う。日本、ベルギーがそうでしたね。嫌なこと言う。ベルギー盛り上がったんだろうな。ああ、くそ。じゃあ続いて。藤沢の湘南ピッピ48歳。はい。私は身長177センチ。お、体重68キロです。細。細い。サッカー元日本代表、天才ストライカー。柿谷陽一郎選手と同じなんです。柿谷そんな、あ、でもそっか。細いんですね。細いですね。まあ177、そうだね。現在は徳島ボルディスで、に所属しています。はい。つっちしんゆさん、同じ体型の有名人いますか？あ、なるほどね。これ昔よく言ってたのよ。あ、女性体重を公表してないからわかんないです。はい。俺は昔それこそ183センチあって、ほぼほぼ100キロ近くて、98キロとかあって、当時桜庭さん同じぐらいだったのよ。だから俺もグレーシー勝てるっていうのをずっと言ってた。サイズはね。サイズは。俺も全然グレーシーと。だって俺桜庭と一緒だから。ほとんど一緒だから、つって。言ってましたね、よく。へぇ、桜庭さん180ぐらいだったかな。へぇ、165センチ。165はいっぱいいそうですよね。いっぱいいます、いっぱいいます。ただ確かに、女性で体重公表してないもんね。ただ公表してないですね。だから何なんだろうね、このほら、アスリートだと OK みたいになってる風潮。女子サッカー選手も多分身長体重出たりとかしてたりするよね。そうなんですか。そうそう。へえ。いる？あれ。ちょっと乙女心的には体重はいいんじゃない？って思っちゃいますけどね。あと関係ないソースならね。ゴールキーパー川口義勝は嘘の身長言ってたのよ。え、そうなの？180ちょいって言ってたのよ。本当170後半なの。あ。でもその数字で見た時に相手の一人から見てもあ、このキーパーちっちゃいなって。って思われる。ああ、なるほど。っていうのはあんまり良くないから、ってことらしいんだけど。165センチはマラドーナと一緒です。100、あ、マラドーナと一緒。私、マラドーナ。あ、マラドーナなんだ。
はぁー神の手使うもんね、時々ね。じゃあ CM でーす。FM93AM1242 日本放送、津田てりゆき日曜のへそ。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。理解してくれる？ 157-999。はい。高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン。錦糸高麗人参の。神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。元気が欲しい、協力してくれ、神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。エイブル。日当たりも大事だし、このバルコニーの広さも捨てがたい。個性的なのも、あーいいなー。あー罪な間取りたち。部屋エイブルで決めよう。池田エライザでした。お部屋探しはエイブル。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。時刻は12時29分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの渡辺真希さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道が事故のために渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは、東京の天郷峰トンネルの手前でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道、関越道などに渋滞しているところはありません。一般道路の状況です。神奈川の国道1号線の上りは箱根町湯本で2キロの渋滞です。国道134号線の逗子市方面に向かう上りは鎌倉市雪合橋で1キロ渋滞しています。首都高速道路3号線の下りは三軒茶屋で2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの渡辺でした。地区学びませんか。11月12日火曜日午後2時から横浜グランドインターコンチネンタルホテルで開催の砂糖と健康セミナーに抽選で250名様をご招待します。司会は私、広田美幸が務めます。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きになって、郵便番号 100-8439 日本放送砂糖と健康セミナー係まで。日本放送本がいらっしゃる皆様へ、家族信託の親と子から大切なお知らせです。親が認知症になるとお金が動かせなくなることをご存知でしょうか。認知症になり判断能力を失うと、銀行からお金を引き出せない、自宅を売却できないなど資産が凍結されます。親御様がお元気なうちに、まずは家族信託の親と子の無料相談をご活用ください。専門家に電話やメールで無料の相談ができます。親の財産を認知症による資産凍結から守る、まずは親と子で検索してください。エコなりか、足立理科です。エコリカのリサイクルインクカートリッジはエコで安くて高品質だから、ずーっと五感インクのナンバーワン。東京有楽町日本放送、土田照之日曜のへそ。さあ、続いてはこちらのコーナーです。懐かしいと叫びたい。さあ、もうね、とにかく懐かしいものが大好き。過去ばかり振り返る男土田が、思わず懐かしいと叫んでしまうような昔流行っていた遊び、テレビ、食べ物、おもちゃ、人物などについて理想の方からメールをいただいております。はい、さあ行きましょう。市原市の50歳、薄切りジェイホン。はい。新品の服や靴を友達に自慢するときに、これおニューなんだっていうの懐かしくないですかっていう。おニュー。今なんて言うんですか。おニューは言わないけど、新作とか。新作？これ新作。へえ。俺今でもおニューって言ってるかもしれない。それおニューなのって言ってるかもしれない。おニューはそうか。あとそれ新入りとか聞きますね。新入り？うん。
それはあれ、あの、ご期生とかに。おい、新AD。乃木坂のご期生とか。おい、新AD。違います。おい、違います。右から2番目のお前だよ。へぇ。へぇ。なんすか、2期の姉さん。そんな関係じゃないでしょ、乃木坂は。へぇ、はい。新作。新作。これ新作なんだみたいな。はい、そうです。へぇ。作ってもらえるのに。ねえ。何新作って。新作。へぇ。ちょっと全然違和感あるわ。おニュー。おニュー、全然おニューの方が。おニューの方が全然普通ですね。おニュー使わないんだ。おニュー。なんか親世代が使ってたイメージあります。いや、まあそれはそうでしょ。親世代ですから。でもまだ俺全然使ってる感じだった。おニューってでも確かに聞かなくないですか、最近。言われたらそうなのかな。でだからほら、やっぱ むずいのがさ、やっぱ自分の周りにいるのもさ、みんなおじさんしかいないじゃん。言ってそうだもんな、普通に。おニュー。うん。神宮寺しまるとか、これおニューですかって言いそうだから。おニュー。そうだ。だから、そうだよ、おニューだよって言いそうだから。そっか、使わないんだ。会話としては別になんか、なんだろう、別にそんなに違和感を感じるものではないんですけど、うん、そこまで違和感は感じないけど、でもやっぱ言われてみれば確かに使わないよなっていう。なるほどなるほど、そのレベルね。はい。じゃあ続いて、平塚市の46歳、平。校庭にある半分埋まってるタイヤ。いや、懐かしい。懐かしくないですかっていう。確かにあれもね、あれだから廃棄処分するようなタイヤをもらってきて、はい、要は色塗ったりね、色塗ってね、飛び箱代わりにしてるわけでしょ。なんか横に連なって、そうです、そうです。だから、だって。だから低学年の時は、体ちっちゃいからちょうど飛び箱にちょうどいいんですよ。ああ、そうです、ね。で、こっちは体大きくなってくると、あの上をタタタタタタって走るみたいな。タタタタタって。で、じゃんけんして、負けたらまた、端っこ行って。ああ、やってたかもしれない。今も小学校あんのかね。うちの小学、近所の子供通った学校には多分もうないと思う。ないんだ。多分建て替えちゃったりして、学校のなんか遊具というか、もう、一掃してんじゃないかな、なかった気がする。うちの母校は、はい、あるかもしれない。まだ。いや、ないのかな。うち建て替えてないからある気がしますけど。そうそう、うちも建て替えてないから、多分あるんじゃないかな。今ちょっとストリートビューで見てみようかなと思って。あ、ストリートビューいいですね。私も見てみようかな。そう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 、多分、うん、最新のやつ。どっちか喋っていただける。どっちかね、喋っていただける。喋りながらじゃあ。はいはい。いやー、でも今日天気がね、ちょっと天気が曇ってますけれども。今日ちょっとでも暗めですけどね。ねえ、暗めですけど、確かに。どうなんですかね。え、これストリートビューってどうやって見るんだ？あ、これか。まだそこ？ある！え、あります？あるある、全然色塗ってる。タイヤ。あ、本当だ、ありますね。めっちゃめちゃある。本当だ。すぐちゃんと見えんな、また。ちゃんと見えんな。あ、あります、あります。ある。上空写真ですけど。え、上空写真で見てんの？じゃあ、これど、え、ストリートビューってどうやって、はい、中入れます？中入れない気がしません？いや、だって、外の道でよ、これ。外の道しか行けばいいのか。外の道で見ればいい。え、でも、この細道に行けないです。ダブルタップして。ああ、そうなんだ。はい。そっちまでじゃああれだ。車が通ってなかったんだ。ああ、そうですね。Google の車が。ここ、車通れない道なんで。うわぁ。あ、なくなってる。おい、ちょっと待ってくれよ。なんだこの校舎。まあ、でも、まだ文房具屋さんあるじゃん、学校の前の。ちょっとね。何してんの、今この時間。ほら見てください。この上空から、この、等間隔に並んでる。あ、ほんとだ。これ、すごい綺麗に見えるね。この音がさ、ラジオでこの音がさ。だから。これもこれもこの横に連なってるやつが、タイヤに。すごいいっぱいタイヤある学校じゃん。あ、そう、各にありました。え、L 字になってる。L 字になってました。はい。皆さんの学校もよかったら調べてみてください、今、ストリートビューで。ストリートビュー。今もう。学校に。なんか久々に見ました。半分埋まってるタイヤがあるかどうかっていう。いや、だから今の子供たちもじゃあ遊んでるんだね、あれで。遊んでる。え、これでも、これ最新版ですか？この上からの上空写真って。うん。いや、最新版じゃない？あ、これも、更新されてって。もちろん、もちろん、もちろん。そういうことか。あと、ストリートビューは全然更新するんで。なるほど。だって俺の家の車が変わってくるのとかも分かったもん。うわすごいっすね。え、でもさ、埋まってるタイヤはさ、もちろん数年に一回新品に変えてるよね。どうなんですかね。変えてないんじゃないですか。いや、でも劣化するでしょ。だって雨とか風にさらされてずっとあって。でもそれを多分なんかペンキで塗ったりとかして。まあ危険になったらね、変えるんでしょう。そう、だからさ、
あの、ちゃんと買ってやつもあれば、上乗ったらもうベコってなるやつもあったでしょ。あ、ありましたね。柔らかいやつ。柔らかいやつね。はいはい、あ、なかった？なかったです。あ、じゃあいい学校だよ。あ、いい学校なの。うちの学校なんか、罠みたいなのあったもん。ベコってなるやつ。このもう足くじくぜっていう。罠のつもりないでしょ。いや、あれはもう学校が用意してる罠だよ。え、なんかもう久々に見たけどなんかいいっすね。なんか、あ、鉄棒とかまだあるじゃんとか。そうだね。鉄棒、鋼鉄棒はね、砂場があってとか。うん、あとなんか、使ってない校舎みたいなのもあったんですけど、うん、はい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 、それもあったりとかして、だから旧校舎でね、新しい校舎が出るとその旧校舎のところなんか物置にしたり、なんか部活の部室にしたりとか、うん、音楽室にしたりとかありましたもんね。懐かしい。すごい、もうこんだけ懐かしいって言葉が出るなら多分今日タイラーが対象だなこれ。じゃあ続いて、はい、青梅市の仲良くなりたい54歳、はい、砂糖入りの麦茶って懐かしくないですか。ふるえ砂糖入りの麦茶。え、ま、ごめんなさい、ごめんなさい。遠足や運動会の水筒には必ず砂糖入り麦茶が入っていました。今の小学生も砂糖入り麦茶を飲んでいるのでしょうか。新さんの時代はいかがでしたか。うちも入れてないです。入れてなかったけど、入れてる家の子がいました。なんて。いや、わかんない。だからそれってほら。糖分を取るんですかね、それで。あ、ほら、トマトに砂糖をかける家があったりとかもあるじゃない。ああ、はいはいはい。ね、だそういうのに近いんじゃない？俺もだから、なんで麦茶甘いのって言ったら、え、砂糖入ってるからみたいな。友達いたもん。うちは入れてなかったですけど。ゴゴティーみたいになるんですかね。ゴゴティーみたいではないと思います。砂糖が入った麦茶でした。海外って緑茶に砂糖入ってるの売られてるじゃないですか。あ、アジア圏とかもね。はい。はいはいはい。それとかも飲んだことないけど、いや、あれは甘すぎよ。あ、甘すぎなんだ。あの、海外のあの緑茶とかでのアジア圏のやつとかをもうほんと甘くて、この緑茶の良さをなぜこんなに殺すって思う。いや、めっちゃわかります。でも、そっか、仲良くなりたいところだから砂糖入れてたんだよね。全然、初めて知りました。へぇ。すごい。でもうちちょっと変わった家で、はい、麦茶じゃなくてあのルイボスティーを入れてってました。ピカチュウの水筒に。え、おしゃれ。ルイボスティー。はい、ごめんなさい、人生で初めて聞きました。本当ですか。ルイボスティー。ルイボスティー何ですか。ルイボスティー。ブラジル。ブラジルでしたっけ。ブラジルの紅茶とかってこと。だからその毎日のお茶ってなんか違う味するよねっていつもみんなから言われてました。私も当時はルイボスティーだと思ってなくて。売ってる自販機で。売ってます。あ、ルイボスティー、うん、はい、ペットボトルもあります。一風堂にルイボスティー。一風堂行かねえからな、あんまり。そうだから確かにうちの家のお茶はいつも麦茶じゃないなと思って飲んでたんですけど、南アフリカ。そう、お母さんがすごい好きでルイボスティー、ルイボスティーを入れて、うちのお茶がルイボスティーだったから、ルイボスティーをいつもピカチュウの水筒に入れて持ってってました。信じられない。ルイボスティー知らないですか。知らない。麦茶しか知らない。だうち麦茶はあんま作った記憶がなくて、おじいちゃんおばあちゃん家にあるってイメージです。麦茶は夜間でお湯を沸かして入れて、はい、茶葉入れて、茶葉っていうかのこのパック、あの、そう、パック、そうそうそう、首をライオンに噛まれたでおなじみの松島智子さんが CM でした。ミネラル麦茶って。ウーロン茶もありました。え、ウーロン茶はだってその後だもんね。え、鶴瓶さんじゃないですか。あ、違う違う違う、ライオンに首で噛まれたとおなじみの松島智子さん。そう、じゃれ合ってる間に。今日は以上で。はい、優勝タイラー。皇帝の半分埋まってるタイヤでございます。2024 Get them back at 幕張メッセ。11月9日土曜、10日日曜、幕張メッセイベントホールで開催。チケット一般発売は10月5日午前10時から。詳しくは日本放送イベントホームページまで。 FM93AM1242 東京有楽町、日本放送土田照之、日曜のへそ。レイフタワープレートを盛り上げたい。さあ、ここからはこちらのコーナーです。レイクタウンアウトレットを盛り上げたいよ。3月29日に増床リニューアルオープンした埼玉県越谷市にあるレイクタウンアウトレットを埼玉出身の私たちが盛り上げていこうというコーナーです、はい、それでは早速つないでみましょう。レイクタウンアウトレットを盛り上げたいのセンチネル大成さん。はい、どうも、埼玉のラグビーダルはセンチネル大成です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ数日だいぶ
涼しくなってきたと思うんですけど、レイクタウンの様子いかがでしょう。はい、いや本当最近ちょっと涼しくなってきて、うん、だいぶ助かっているラグビーだるまなんですけども、はい、今日もですねレイクタウンアウトレットの方は涼しく、お客様もかなり賑わっている状態でして、うん、かなりですね気温も、もう下がってきて、今もう半袖一枚だと若干涼しいかなぐらいの感じで、そうだ、そうなんですよ、かなりラグビー日和です。ラグビー日和、はい、かなりラグビー日和です、はい、ぶつかり合いね、はい、ぶつかり合いには、はい、ぴったりの気温になってきましたさあでは今週も盛り上げ隊としてレイクタウンアウトレットの魅力を教えてください。かしこまりました。実はですね今日僕、お父さんの話をしたいんですけども、はい、僕あのお父さんが83歳なんですよ。高齢。僕が31歳で、でちょっと前に誕生日迎えて83歳になったんですけども、はい、だ52歳の時の息子なんですね僕は。だから俺じゃあこれから子供生まれるみたいなこと。そうですね、あっもうまぴったり。津田さんが今52歳なんで、津田さんの今の時に僕は生まれてるんですよ。怖くないですよこれ実際あったら僕ね今実際そうなってるんで、そうなんですよ、ちょっと変わった家族といいますか、はいはい、で僕がちっちゃい頃とかはなんかもうお父さんゴルフ大好きで、うん、ゴルフをずっと家で見てたんですね、うん、テレビで、うんうん、で親父がこうリビングでこうテレビをゴルフを見ながらうとうとしたタイミングで、僕がアニメ今だアニメ見ようと思ってチャンネル変えたらパッて起きて、今からミケルソンがパッと映るんだよって起きてたんだみたいな。あるちっちゃい頃の親父との思い出というか、はい、そういう感じがあるんですが、最近土屋さんもゴルフデビューされたと聞いていまして。デビュー、あ番組でね。はい、あそうです、はい、ゴルフをちょっとやったみたいな、はいうね、どうでした、実際やってみて。ちょろかったっす。あ、データ簡単なスポーツでした。はい、天才。いやあんまり聞いたことないですよ、とての感想全部でしたっていうやつ。全部まっすぐ飛んでちょろかったっすね。あ、すごいっすね、それ難しいって聞きますけど、はい、まあ、実際僕はやったことないんですが、松下さんもデビューされて、うん、お父さんも大好きで、今日はちょっとゴルフウェアブランドをご紹介させていただきたいと思います。あ、それ知りたい。そうなんですよ、今日ですね私は、パーリーゲイツさんに来ています。パーリーゲイツさん出た。はい、有名。ちょっとゴルフウェアブランドで、まあ、有名な、僕も名前聞いたことあるんですけど、もちろんゴルフやらない人でも聞いたことあるようなブランドですが、はい、今ちょっとお店の前にいて、ガラス張りのね店内で、はい、かなりおしゃれな感じなんですが、ちょっと向かってみたいと思います。はい、はい、お願いします。今ですねレイクタウンアウトレット内ですね、10月からハロウィンイベントがなんか行われるみたいで、あらちょっといろんなところにこうハロウィンの装飾がポツポツこうされ始めてるといいますか。あ、当然ですね。そうなんですね、当然というか、まあ、いやすごいおしゃれな感じで可愛い感じになってるんですよ。あ、ですか、はい、そうなんですよ、うん、で今ちょっとあすいません入ってみたいと思います。着きましたんでお邪魔します。すごいですね、 ありがとうございます。あ、店内にぎわってます。ちょっとね今たくさんお客さんいらっしゃいますが、パーリーゲイツさんはですね、週末は都市を離れてもっと気軽にもっと楽しくゴルフをしようというコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウェアとゴルフ本来の素晴らしさを提案し続けているブランドさんなんです。でスタートしたのがですね1989年。89年。数多くのメンズレディースウェアブランドを展開する 3A インターナショナルさんからスタートしましたということなんですね。で今パーリーゲイツということで今お邪魔しているんですが、はい、ちょっとゴルフウェアって聞いたらイメージこうなんていうかシックと言いますか、ちょっと落ち着いた色合いのイメージがあるんで、ありますあります。はい、ちょっとお店の中今パッと見ただけでもかなり色鮮やかで。そうなんだ。そうなんですよ。可愛いのもあります。そう、新内さん、あの女性用のというかものもあります。はい、なんか可愛い感じで、いろんな、なんかゴルフウェアだけじゃなくて普段からも使えるようなバッグですとか、あ、そういうのも可愛いのいっぱいありまして、女性ものも充実してる感じなんですね。これからちょっと寒くなってくると、はい、多分そのウェア、ニットとかも可愛いのいっぱいありますもんね。あ、もう清水さんまさにです。今お店入ってすぐニットの可愛いのがたくさんありまして、はい、ただただやっぱそのなんかゴルフのするためだけというよりは、うんうん、なんかこういろいろおしゃれなものがたくさんある感じですね。でこれもう聞いた話なんですけども、はい、なんかこの 3A インターナショナルさんの時に、はい、メンズ事業部のスタッフさんたちがゴルフを始めることになったんですけど、はい、その時に自分たちが着たいと思うゴルフウェアがない、あ、じゃあ自分たちで作ればいいじゃんっていう風になってこれ始まったんですって。だからこうなんかおしゃれというか普段から着れるような、うん、ちょっとねこれを着てゴルフ場に行ったらなんか非日常を楽しめるんじゃないかなみたいな、ちょっと
柄入ったねファッションとかがあるんですよ、うん、めっちゃ可愛いですよね。いや可愛いですめっちゃ本当に。でこれズボンとかもかっこいいのありますし、ちょっと僕せっかくなんで、はい、そのさっき言ったお父さんはいのちょっと誕生日プレゼント僕また買ってなくてですね。うわうん、で83なんですけどギリギリゴルフまで行くんですよお父さんが。すごいゴルフはすごいね。なんで今日は、うん、そうなんですよ元気なお父さんで、ちょっとだからせっかくなんでちょっとこの場をお借りしてじゃないですけど、はい、ちょっとお父さんの誕生日プレゼント探しながらお店の中回ってもいいでしょうか。どうぞどうぞ。ぜひぜひぜひ。すみませんありがとうございます。わーすごいこれ店内に、ね、いっぱいあるんですが、あまずあこのやっぱり定番というか、まあシャツですよね。これ、うんうん、デザインいいんですけども、この生地もちょっとストレッチみたいな。あ、いいね。動きやすいんですね。今触ってみたら、はい、ちょっとストレッチみたいなの入ってて、多分機能性みたいなのもしっかり兼ね揃えてる感じなんですね。土屋さん、実際その番組でゴルフ回った時、はい、なんかちょっとこういうのがあったらいいなみたいなのってありました？なんかその幸福とかでもいいですし、小物でもいいんですけど。なんだろう。初めてやったから何にも分かんない。そうですよね。一発目ですもんね。僕も実際ゴルフ回ったことがなくて、行ったことがないんで、はい、うん、もうお父さんがどれをあげたら喜ぶのかっていうのはちょっと探り探りになっちゃうんですけども。あれいいじゃないですか。うん、一番最初に私が、はい、その打ちっぱなしに連れてってもらった時に、はいはい、手袋だけ用意しといてって言われたんですよ。はい、あなるほど。だ手袋が一番、な消耗品ですし。なるほど。お店の中探して、あ、清水さんありがとうございます。かなり最高のアイディアです。ちょっと今ゴルフのやつ探しますね。手袋。うん、あ、店内ちょっと回りながらいろいろ見てみると、あ、そうです。あ、僕が手袋だと思って近づいたのがクラブのカバーでした。すみません。可愛いね。でもクラブのカバーいいじゃん。あ、クラブのカバーもめっちゃ。クラブのカバー確かに。あ、クラブのカバーもですね。これ可愛い。なんかちょっとそのこれカバー。っていうか可愛くてなんか部屋に置いときたいぐらい可愛い人形みたいな感じで、うん、なんかせがれからもらったやつつけ一個つけてるのとかいいかもしれないね。あ、いいじゃないですか。確かに。 ありがとうございます。あ、ちょっとゴルフカバーこう、あ、グローブもありました。あ、グローブもありました。グローブもありました。あ、すごい。どっちもこれグローブもきっとどっちもいっちゃいますか。僕ね、実は最近ちょっとちっちゃいお笑いの大会で優勝して賞金入ったばっかなんですよ。知ってるよ、聞いてるよ、100万入ってるって。あ、聞いてますか、はい、そうなんですよ、土屋さん、はあ、実は僕お笑いジャックポットで大会で優勝しまして、ちょっと賞金入れてこれ買っちゃおうかな。お、買っちゃえばいいじゃん。2個買っちゃいましょう。ちょっと僕買っちゃいますわ、これ。買っちゃいますわ、終わるの。買ったやつ、買ったやつ後で送ってください、はい、うん、どんなの選んだか気になるんで写真を送らせていただきます、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はですね、私センチネル大勢がゴルフウェアブランドパーリーゲイツさんをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで26日横浜アリーナで開催するナインティナインのオールナイト日本歌謡祭公式グッズ、ただいま大好評発売中。 T シャツ、タオル、マグカップ、靴べら、みんなが欲しかったあのアイテムを手に入れるチャンス。グッズの詳細はナイナイ歌謡祭の公式サイトは、今日のテレビ番組で次の衆議院選挙の時期について早ければ早い方がいいと述べました。また別のテレビ番組でも来月10月中に投票と開票を行うかどうか問われ、いろいろな可能性は否定しないと語りました。衆議院選挙は最短で10月15日公示、27日投開票が可能で、この他に10月29日公示、11月10日投開票の日程も浮上しています。こうした中、石破総裁は新しい内閣の外務大臣に岩屋武元防衛大臣を起用する方向で調整に入りました。これは関係者が今日明らかにしたもので、高市早苗経済安全保障担当大臣に誇示された総務会長の人選も急ぎます。石破総裁は明日党執行部を発足させ、あさって召集の臨時国会で第102代総理に指名され、この日のうちに組閣する見通しです。一方、立憲民主党の野田代表は今日のテレビ番組で、次の衆議院選挙では自民党派閥の裏金事件に関係した議員に対抗するため野党候補を一本化する必要性を重ねて強調しました。野田代表は裏金議員にペナルティを与えることは合理的なも、28日第2ラウンドが行われ、14位からスタートした畑岡奈紗選手がスコアを5つ伸ばしてトップと2打差の3位に浮上しました。畑岡選手はこの日7バーディー1ダブルボギーで回り、通算9アンダーとしました。また西郷真央選手と勝みなみ選手は通算8アンダーで7位につけています。以上ニュースをお伝えしました。ありがとうございました。続いて株式会社コロナがお送りする日本放送天気予報です。
今日の関東地方の天気は曇り。日本放送から外を見ると雲が多く、あたりが薄暗い雰囲気があります。今日は関東は雲に覆われています。午後も雲が多く、ところどころでにわか雨があるでしょう。それほど強く降ることはなさそうですが、お出かけの際は雨具を持っておくと安心です。最高気温は25度前後で、昨日と同じか低いでしょう。涼しい北寄りの風が吹きますので、薄手のカーディガンなど羽織るものを用意しましょう。以上。お皿に移しただけだけど、この空気爽やかじゃない？エアコンのね、内部を水洗いするの。汚れを洗い流してすっきり。私は何にもしてないけど、丁寧な暮らしって感じ。お願いします。はい、高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道をはじめとした関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ渋滞しています。上りは大橋ジャンクションを先頭に1キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の箱根町の国道1号線は湯本を先頭に上下線とも2キロ渋滞しています。国道134号線の逗子市方面へ向かう上りは鎌倉市雪合橋を先頭に1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの岩沢でした。ありがとうございました。はい、10月14日月曜祝日、ラインキューブ渋谷。昨年の35周年イベントからおよそ1年ぶり、今年の単独公演はこの日限り。チケット好評発売中。詳しくは日本のへそ。さあ、こんなメール来ております。はい、松戸市の35歳綿貫さん、辻さんが参加したうちぴーの打ち上げの写真を深川さんが X にアップされています。はい、皆さん楽しそうに笑っていますが、ゴルゴさんだけ目が真っ赤で潤んでいるように見えます。もしかして泣かれたんでしょうか。っていうか、ゴルちゃんはいつもこういう目してますからね。ただちょっと今ね、写真送っていただいたんですけど、はい、俺とヒコリヒーの距離近くない？近いですね。なんか付き合ってる。何この写真、おもろ。私も見ました、この間。さあ、この後懐かしい曲です。ナイツの花輪です。土屋です。平野ノラです。ナイツのラジオショー愛媛盛り上げウィーク、ゲストは M1 グランプリファイナリストモグライダー。埼玉出身のともしげに愛媛の魅力について語ってもらいます。これ愛媛出身の芝に聞けよ。ナイツだら焦る喫茶店、同期の若い2人が話しています。会社で使うエネルギー、うちのバイオマス発電所で作ってるんだって。電気まですごいですね。次世代の暮らしのために挑戦し続けます。タクスをつなぎ未来を開く、大東建託グループ。一日車検が安い、コバック、コバック車検のコバック。ただいま車検のコバックでは関東エリア限定キャッシュバックキャンペーンを実施中。専用ホームページからのご予約で10人に1人1万円が当たる。詳しくはコバック関東で検索。日曜のお昼、まったりゆるーく生放送でお送りしています。 FM93 AM1242 土田照之日曜のへそ。さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして、土田照之です。新内舞です。 FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお届けしています。さあ、今ちょっとスタッフがですね、ルイボスティーを買ってきてくださいまして、はい、飲んだんですけど、知ってる味です。あ、え、飲んだことありますか？うん、こんな感じですね。なんかどこで飲んだんだか覚えてないけど、全然知ってる。なんだろうね。でもなんかその紅茶とお茶との間ぐらいだ。マッサージ屋さんとかに最後に出てくるお茶とかルイボスティー多くないですか？あ、多くないです。俺そんなにマッサージ屋さん行ってると思ってます。行きそう。行きそうですか？はい。テモミンぐらいしか行ってないですけど。ドクターストレッチと。へえ。ルイボスティー。なんかどっかで飲んだことあるな。味は好きですか？はい、全然好きです。あ、よかった。なんか別にこの辺の、俺お茶でそんなに癖が強いとかなくないですか？その、だからあの、サンピン茶とかも全然普通に飲むし、沖縄行っても。あと、ウッチン茶とか。ウッチン茶、はい、ありますね。サンピン茶とウッチン茶と沖縄行ったら大体この2個が。黄色いのだから、あれね、ジャスミンティー、はい、がサンピン茶。サンピン茶ですよね。はい、そう。あとこんなメール来ておりますよ。はい、渋谷区の37歳、ダンケさん、はい、先週の放送後、千葉ロッテ マリーンズ公式 YouTube チャンネルで小島投手が11勝目を挙げた試合の裏側動画が、
投稿されていました、はい、その動画のラスト1分程度で、変更した登場曲について言及していました。ほう、今オフも来ていただければリスナー含め皆さんで真剣に登場曲を考えましょうということで、なんかリライトだっけ、はい、メリッサ、メリッサリライトもかけてくれたし、メリッサもかけてくれたんですか。ただのハガレンのファンだと思われる我々が一応考えたんですけどね。全然 11PM かけてくれないじゃないか。 11PM はちょっと勝ちました感じ、ね、わ嬉しい。でも 11PM ってことは11章の時にかけなきゃダメでしょ。ほんまや。サバサバダバサバダバフーサバダバを本当ですね。まあでも、ね、ぜひまた今年のシーズンオフもぜひぜひ、ね、来てくれますかね。番組に、ね、来ていただきたいですよね。日へそファミリーとして。そうですね、今年も来てくれたら嬉しいです。いや嬉しいです、嬉しいです。もうぜひお待ちしております。お待ちしてます、はい、ではそしておめでとうございますですね。あ、そうですね、はい、もうじゃあ続いては音楽で懐かしい気分になってもらうこちらのコーナーです。この曲確かに書けないわ。絶妙なチョイス。あー懐かしいですね。青春時代懐かしい曲を流したい。さあ今週はですね、私と新さんが10歳の時の曲、はい、ということなんで1982年と、新さんが2002年の曲をね、うん、たくさん募集しました。いっぱい来ました。はい、はい、本当にこれこんな前だっけみたいなめちゃめちゃあったんですけど。そうですね。で僕なんかは1982年ってその花の82年組とアイドル豊作の年なんですけど。なるほど。デビューしたばっかなんで。あ、そっか、もうちょっと先。もうちょっと、そうです、この翌年ぐらいが多分すごいんだろうな。ただあ、こんなミュージシャンの方いっぱいいたんだということで、はい、ちょっと私一括りにしました。今週も3曲。あ、すごい、私全然自分が好きな曲を選んでしまったんですが、全然全然、はい、これは私カラオケでもめちゃめちゃ歌いますし、この時の衝撃がすごかったなって思うので、はい、かけます。八王子市そらしさんとか、ハッキョイリコッタさんとか、マルバナさんからいただきました、ボアのバレンティーを懐かしいリクエストします。平成の韓流アーティストのヒット、ボア姉さんの代表曲だと思います。タイトなジーンズにねじ込むのフレーズを聞くと、土田さんの一面、風富士松原さんの漫才を、封筒ですね、あ、ごめんなさい封筒松原ですね。封筒ってこういう字なんだ。はい、英語だと思ってました。違う、私あの茶封筒とかの封筒の封筒松原じゃない風に富士で封筒です。風で封筒、はい、ということで、ボアでバレンティ。2002年か。はい、2002年だそうです。私、ボアさんはヘイヘイヘイのイメージなんですよ。あ、まあまあ、ヘイヘイよく出てましたもんね。この時まだ10代ですもん。もう15歳とかそれじゃないですか。確実に私の未来を巻き込んで、俺も1回ぐらい会ったことあるんだよね。私はもう、ライブでした。君の手を掴んだ。15歳ありえないですからね。ね、ここも上手でしたしね。いや、めちゃめちゃ上手でしたよね。普通になってその日本語が上手いプラスちゃんとバラエティに出られてすごいですよね。そうそう、皆さんよくは衝撃だったんですね。いや本当ですよ。さあということで、はい、ボアでバレンティでした。はい、じゃあ私の方はですね、たまたまなんですけど、ロボットアニメのエンディング曲的なのがいっぱい来たんで。なるほど。はい、山田市のパチョレック52歳です、はい、懐かしい82年の曲ですが、串田明さんの乾いた大地をリクエストします、うん、戦闘メーカーザブングルのエンディング曲で、熱い友情をテーマにした歌詞を串田明さんが熱唱している名曲ですということで、じゃあ聴いてください。串田明で乾いた大地。うわーかっこいい。ボア姉さんと同じぐらいかっこいい。エンディングです。ベクトルが違います。もしも友と呼べるなら許して欲しい過ちをいつか償う時もある。ザブングルって主人公初めてかっこよくないっていう
はもうないな。丸顔でアンパンマンになってました。あ、そうなんですね。でザブングルっていうタイトルで、ザブングルってロボットになったのに、後半からは主役がウォーカーゲリアって違うロボットになった。ロボット変更。はい、ロボット変更しました。さあ、ということで串田明さんで乾いた大地でした。こっちアニメソングだから全部曲短いわ。あ、そうそうですね。すぐ終わっちゃうわ、やば。じゃあ続きまして、この曲も私めっちゃ好きなんですけども、はい、東京都34歳明太子を炙った方が美味しいさんです、はい、僕がリクエストするのは2002年の曲ミスターチルドレンで、お、君が好きです。ああ、いい歌。いい歌。好き。ほんと、ドラマ、アンティークの挿入歌で、いつもなんか切ないなと思ったり、しっとりとしたシーンで流れていた印象です。そっか、ドラマか。はい、ドラマは毎週ケーキ美味しそうだなと思いながら見てました。確か、何話か目で、大島優子さんが子役として出演されてたそうです。ということで、ミスターチルドレンで、君が好き。あ、好き。もう好き。もう好き。あら。ドラマの挿入歌だったんだ。主題歌だと思ってました。挿入歌ですね。このドラマ見てました。不思議な空気感のドラマでしたよね。2002年か。カタカタ文字がカタカタカタってなるやつですね。めちゃくちゃ忙しい時だね。ピンになっちゃってそれこそ HP とかもあるし。わあ、そうですね。2002年だったらまさに次男生まれてるとか。これ一なんか意外なんですけど、女の子歌えないぐらい低いんですよ、最初が。そういえば桜井さんの曲もおしゃれなかったなって。どうしたんですか。あのラジオで喋った話がなんかネットニュースに上がってたんですよ。ああ、そう、ジョジョキャラクターっていくつっていう。すぐネットニュースにしちゃうね。言ってねえんだよ。じゃあ気になったからね。え、気になったから聞いたんですよね。まあまあまあ、たまたま。そうね。懐かしいな、この曲は。ああ、いや、めちゃめちゃいい。日曜に聴くのめちゃめちゃいいな。ということで、ミスターチルドレンで君が好きでした。確かに。ちょっとなんかゆっくりないい曲でございましたけど、はい、こっちもゆっくりないい曲でございます。富士見市の49歳ヤンさん、うん、藤原誠さんのランナーをリクエストします。お、しっとりとした曲で1982年から、放送開始したマクロス超時空要塞マクロスのエンディングテーマでした。このエンディングは実写の映像のアルバムの中にアニメの絵が入るという斬新な構成でした。確かに。聴いてください。藤原誠さんでランナー。バックフじゃないですか。ごめんなさい、ランナーって聞いたから。なんでリクエストしてんの。あ、これエンディング、ほら、実写なの。これアニメ、アニメのロボットアニメのエンディングなんだけど、でこれをアルバムをめくっていくと、リン・ミンメイっていうそのヒロインとかの絵がこう出て、画期的だった。確かに。走る影の跡、人は誰、このリン・ミンメイがアイドル。ゴールはリン・ミンメイの曲も今日リクエスト来てたんですよ。すごくない？ロボットアニメのエンディングでこんなにしっとり聞かすんだよ。我々小学生に。小学生が聞く感じだよね。そうです。そう、まさに日曜がこれぐらいの時間だから。そうなんですね。そう。僕は今走り続ける。あ、そう、主人公ね、腕組んで主人公最後に会ってるから。さあ、ということで藤原誠さんでランナーでした。さあ、最後なんですけど、はい、これは私かけたことないなと思って、うん、だけど歌えるなって思って、はあ、福島県小寺にこうたさんです、はい、自分が懐かしいなと思う新一さんが10歳の頃2002年の曲は氷川きよしの清のずんどこ節です。ほら、出た。はい、ずんどこきよしと音楽番組や学校帰りの学童保育に行っていた時にはよくやったりしてたなというのを思い出します、うん、ということで氷川きよしできよしのずんどこ節。これデビュー曲ですか。デビュー曲じゃない。違う。
でもこのイメージがイメージありますよね、うん、だってモノマネする人も大体この曲とか多くない4枚目あ、そうだ箱根走りの感じよね風に吹かれて花が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花顔変わらないね一緒にお花見したことありますよね、赤い矢のこのチャイナ服そっとめくばせチャーシューを、はい、いつもおまきに3枚おまきどうする話で聞いてで近くに行こうよ無茶振りしてて、はい、普通嫌ですよって何のかなあ、いいですよって言うからいいですよと言われるとこっちも行きづらいということで氷川きよしで清のずんどこ節でした。はい、さあじゃあ私の最後ですけど、はい、今度はまあアニメロボットアニメなんですけど劇場版ですね、うん、津屋さんリクエスト希望です。絶対に外せない曲だと思います、井上大輔さんでビギニング、もう詳しい説明不要の、劇場版ガンダム3巡り合い空のエンディング曲ですということでね、はい、じゃあ聞いてください。もうね、確かいろいろ書いてあった、あ、いいね、うん、ということでね、ラジオでも小生から来ております。聞いてください、井上大輔でビギニング。エンディングですか。はい、やっぱエンディングはしっとり系が多いですね。そうですね。でしかもガンダムの劇場版って 1,2,3 なんですよ、はい、3の最後なんで本当の最後の最後、もう集大成、はい、もうこの曲で、うわー、バーバーワックで戦ってるとこですね。セーラさんですね、セーラマスが出てきて懐かしいですね。未来さんですね、未来屋島ですね、ドレンですね、はい、シンさんも喋ってるんですよ。あ、来た、これね、ゼロ方向からガンダムのアムロが行くところですね。あ、これあのサイド6のやつだったかな。シンさんも知る。あ、ララーさんです。ララーさん。アムロ、アムロで、このララーが。ララーとアムロの出会いですね、ここは。はい。出ました。ジオングですね。ジオングとの最後の戦いです。大丈夫です。ほら。あ、これほら、ララーとシャアが喋ってるんですね。白い方が勝つわ、なんつってね。うん、あ、いいですね。いいシーンですね。あ、白い方が勝つわってなんか聞いたことある。そうですか。多分、勘違いだと思います。そんなに出てくる声優じゃないと思う。なかなか聞かないけど、あー、セーラさんっていうのとお兄さんがシャーっていうね、が敵同士で戦ってるんです。え、兄弟、はい、いろいろわけあってバラバラに。あー、未来や島とスレッガー中のね、このシーンで、この後にスレッガーさん死ぬんですよ。リグザムですね。あー、まだ聞いてたい。さあ、ということで井上大輔さんでビギニングでございました。はい、このコーナーではあなたが思わず懐かしいと叫んじゃうような曲を募集します。テンションが上がる理由や思い出などを書いてどんどん送ってきてください。はい、僕の方なんかまだねアニメのエンディング3曲紹介しただけで実は山ほどありますね。山ほど来てますね。はい、まあ、来週もですね1982年の曲と、うん、2002年の曲、たくさんのリクエストお待ちしております。 FM93AM1242 土田照之日曜のへそ、番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受けへそアットマーク 1242.com、 へそアットマーク 1242.com、 あなたからのメールお待ちした。カメラの北村なら天から夫の声が、出張査定で漏れなくクオカード、え、僕からのプレゼントと思って、あなた出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？157-999。日本道路交通情報センターの松井美智子さん、お願いします。はい、圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、あきる野インターと八王子西インターの間の川口トンネルで大型トラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は40分です。高速道路は中央道の上りが神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に3キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまでの渋滞です。
日本道路交通情報センターの松井でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時55分ごろお伝えします。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。石山聖香です。夢に向かって走り続ける若者の挑戦とそれを支える応援を掘り下げていくポッドキャスト、石山聖香のラジエール、みんなのやる気を応援したい。あなたのやる気につながるヒントがきっとある。毎週日本放送ショーアップナイタープレイボールデイゲームの情報をお届けします。日本放送では10月12日土曜日からのセリーグクライマックスシリーズ、そして日本シリーズを全試合徹底中継します。日本一決定の瞬間までプロ野球聞くなら日本放送で。 FM93AM1242 日本放送内田テレビ日曜の放送。さあ、今週のメールテーマ、私にまつわる数字です。はい。行きましょう。埼玉県のチェーンギャング5、34歳。ほう。昔、大食い番組を見て、僕も自分の限界値を知りたくなり、ラーメンの替え玉に挑戦したことがあります。おー。記録は、何個ぐらいだと思います、清水さん。でも意外と食べられないんじゃないですか？そうね。3。11です。記録は11回です。豚骨ラーメンだったんですが、途中で胡椒を入れたりニンニクを入れたり高菜を入れたりと味変を繰り返して食べ続けました。正直言うと8杯目ぐらいで限界だったんですが、意味のない男の意地で限界突破しました、というチェーンゲーム5、34歳。すごい。替え玉11個いった。もう汁なくなっちゃうんじゃないんですか？汁もお借りするんじゃない？あ、そういうことか。12回ってことね。そうだね。はい、替え玉11回、なんか私の勝手なイメージなんですけど、はい、替え玉なんか3杯まで無料みたいなとこよくありません？まあ、勝手なイメージじゃないですか。勝手なイメージかもしれないな。イメージで喋ってます。なんか渋谷にあるあの黄色い看板のファンタジー渋谷。はい。イメージで喋る内容じゃないけど。そう。あれ3杯まで、あ、2か、ごめんなさい。はい、あ、風流ってお店が2杯。2杯まで無料。だ、3杯食べれるっていうイメージか、私の。そっか、最初の1杯があるから。はい。へ、2回おかわり。なんで3ぐらいかなと思ったら11はすごい。ああ。じゃあそんな埼玉県のチェーンギャング5。ね、はい、ラーメン替え玉11杯。僕のお風呂の設定温度は何度だと思います？うち41なんですけど。まあまあ、そうですよね。じゃあ45。36度です。ちょっと寒いかも。正直言うと、ぬるくてお風呂に入った気がしません。嘘か本当か分かりませんが、自分の体温と同じくらいの温度が一番健康に良いらしいので、我慢して36度にしています。私はこれでもいいんですが、冬はすぐに体が冷えてしまうので、もしかしたら不健康かもしれませんね、という。俺もでも40度とか聞きますよ。41度とか、うん、42度以上にしちゃうと逆に良くないって、寝つけづらくなる。あ、暑すぎると。暑すぎて体がなんか36は冷たいよ。もうだって多分私鳥肌立っちゃうもん。寒くて。そうだね。いや、俺36度がどれぐらいだかももう分かんない。ぬるって感じですよ。ぬるいかな、冷たいのかな、もう。いや、もうほぼ冷たいっす。だって体温と同じぐらいだもんね。はい。やだな。入った気しないわ。うん。やっぱちょっと暑くないと。じゃあ続いて。多摩市の。58歳、愛ちゃん。はい。私にまつわる数字は75です。これは私が目指している体重です。うん。私は58歳ですが、昨年の健康診断では、身長176センチ。はい。体重86キロという、肥満という判定が出ました。はい。結構ショックで、これは痩せねば、と、そこからダイエットを始めました。その結果、現在は、78キロまで落ちました。すごい。すごいね、86キロから78キロまで。ですが、ですが、これからかな、うん、あ、そうですね。これから医者が推奨する75キロにはどうしても到達できないのです。ほう。あ、やっぱ年取ってくるとね、落ちづらいからね。うん、これって不思議で、78キロ、77キロぐらいまで割とすんなりいけるんですが、それ以上の減量ができないのです。うん、これって何でしょうね、どうすれば良いんでしょうか、とても悩んでいますって。別に我々のダイエッターでもないのでね、
わからないですけれども。でもやっぱほら、停滞期ってありますもんね。ありますね。ガッとしたとちょっと停滞期があって、その後急にまたバーンと落ちるみたいなね。うん、続けることが一番ですよね。そうですね。あと勘違いしてはいけないのが、ダイエットって期間でやるものじゃないですからね。そうなんです。生活をずっと変えて永遠にやるってことですから。はい。ほんとそうです。そうなんですよね。だからもうずっと続けなきゃいけないんで。私今日はやってませんけど、昨日も朝ビリーズブートキャンプやってますからね。すごいですよね。本当に。朝毎日思います。何なんだろうこれって。でもなんかやらないとやらないで、なんかその、なんか謎の罪悪感生まれますね。もうありますね。あとちょっとテンション上げるために、一回起きて、ウィーレっていうサッカーゲーム。あ、はい。やるんですよ。それで自分を、サッカー選手だっていうふうに想定させるんですよ。なるほど。だからプレイするためにやっぱ、やらなきゃって思って、一試合やって、そっから、よしっつって。そこでスイッチ入れるみたいな。そうです。ウィー入れして。あれがなかったら、なんで俺こんな朝運動しなきゃいけないのってやっぱ思っちゃうから。ずっとね、お座りして喋ってるだけの仕事なんで。でもやっぱ、その自分のために時間をかけれるってすごく贅沢だなって。いや、贅沢確かにね。思うんで、ぜひ続けてね、いただきたいなと思います。そうですね、愛ちゃんはね。うん。うん、じゃ続いて、はい。広島県の、トントントンキー21歳。はい。昨日が、毎日ヨガを続けて、90日目でした。お、すごい。始めたきっかけは、なんとなく、なんか頑張れるものを作りたいという気持ちだからだったので、ですが、最初は多少きつさは感じるものの、だんだん心地よく感じられてきて、今は、ヨガをしないと寝れないような体になりました。もうさっきのが新さんの話でね、はい。なんかやらないとこの罪悪感というか。うん、気持ち悪かったり、ね。そう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 。俺昨日、ちなみに、久方ぶりにウォーキングもしました。してなかったんですか最近。はい、だって夏は暑いから。ああ、まあそっか。もうビリーで。もうエアコン効いた部屋でビリーだったんですけど。やっぱ涼しかったんで、昨日電車で帰ってくるときに、ちょっと早めの、家から6キロぐらい離れた駅で降りて、そっから歩こうって、もう計算で帰ってきたんですけど、電車の中でゲーム、スマホゲームやったんですよ。うん、気がついたらその駅越えてました、ね。あれと思って。あっつって。で、バタバタして、だいぶ手前の駅で降りましたけど。4キロですかね。歩きました。なんか、そのゲームやった一瞬の隙に駅通り過ぎちゃうときに、なんか自分がパラレルワールドに行った感じしません？わかります？なんとなくわかる。わかります？なんか、ここはどこ、何っていう、もう。一瞬で。そう。ここまで来ちゃったみたいなことね。わかるわかるわかる。なんか一瞬、えってなっちゃうんだ。まだ体感は2駅分ぐらいだったのに、もう6個目ぐらいの駅だったみたいなね。そうそう、だからパラレルワールドだって。あれパラレルワールド。いい言い方するわ。でもわかりますよ。びっくりしちゃうんですよね。そうですね、確かに。うん、じゃあ続いて。はい。朝霞市の、レバニラ、ニラレバ、54歳、はい。私にまつわる数字はマイナス1です。健康診断で、1ミリ身長が縮んでいました。あ、毎年身長が少しずつ、減っていっています。去年は、4ミリ減っていました。このままいけば私の身長はいずれ0センチになります。まあ、計算上はね。あ、計算上は。計算上はそうなるけど。結局、どれぐらいちっちゃくなんだろうね。まあ、要は、猫背になったり、骨と骨の間がどんどん縮まってったりしての限界までだろうから。そうそうです。でも本当に伸ばしといた方がいいですよ。本当にヘルニアやってる私からの忠告です。ああ。どん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 もうその脊椎とか背骨のそのクッションがなくなっていくのを割って、重力と体重とあと筋力の低下、なので、本当にやっといた方がいいです。どっか壊していきますよ。膝なのか腰なのか。54歳。でも俺昨日久方ぶりに歩いたら、早く歩けなかったです。ちょっといいですか。男性の身長は70歳までの間に平均3センチ。80歳までには平均5センチ縮み。女性は70歳までの間に平均5センチ。80歳までに平均8センチ。ってことは、新内さん、80になった時はもう158とか、7とか。だからもう、70の時点でもう160センチ。でも平均ですから。まあね。あ、そっか、もうやってますもんね、今ずっとね、いろいろ。もうずっと伸ばしてるんで。そうですよね。私はだから、70の頃には180センチだったんです。十分でけえな。できるおじいちゃん。十分でけえな。でかいおじいちゃん。
迷宮会ぐらいです。迷宮会確かに。往年の投手とバッターが。でも私街中とかでそのやっぱ背筋がピシッとしてるおじいちゃんってすごいなって。って思うんですよ。そうだね。目いっちゃうから。でもあれってやっぱ筋肉だよね。うん、ね。そうそう。あと意識ですよね。そう、だってそれ、支える筋肉がなかったらどんどんこう曲がっていくもんね。猫背寝るし、腰もそうだし。いやー、大変。じゃあ続いて。はい。練馬区の24歳、ラジオネーム2月9日。うん。私を象徴する数字、それは24です。うん、何でしょう。24歳だから。これは私の彼女いない歴の数字です。なるほど。毎年今年こそはと言いつつ更新してしまうがとても悲しいです。なのでここで宣言します。来年こそ彼女作ります。すごいですよ。今年じゃないですか。年内にじゃないの。来年こそはってちょっと伸ばしてる感じがね。今年諦めたと思う。そう、今年諦めましたね。でもまだ3ヶ月あるんですよ。そうですね。多いですよ、冬はね。うん、そう、こっからなんなら恋をする季節かもしれないですね。そうですよ。ね、肌寒くなってきて、はい、なんかいいなみたいな思ったら。そっか、2月9日はそうなのか。2月9日だってうちの後輩とかのね、ライブとかも見に来てくれたりとかね、うん、してましたから。そんなライブなんか見に行ってんじゃないよ、もう。え、でもそれこそ、そのライブとかの。一緒に行かないって？一緒に行かないでもいいですし。一緒に行ったって地獄だぜ。笑ってる。なんでですか？いや、ほら、それほら、ある程度の腕がある奴らのライブだったらいいけど。ああ。だってあのほら、十条とかで開かれてた、瀬戸ルイスと、でもそれで笑いのツボが一緒だったら最高じゃないですか。一緒なわけないだろう。セトロイスだよ。寺島に役と。寺島に役と。ちょっとあれじゃないですか。あの、何回かデート重ねた後のライブだったらいいですけど。うん、ちょっとすごいの見に行かないですか。初手だったらちょっと。そうね、最初に行くとこじゃないからね。最初に行くんだったらもうちょっとちゃんと王道の、ちゃんとテレビ出てるような人たちの。ね、かは映画館とか。ああ、まあそうですね。お笑いライブはでもね、おすすめですよ。あ、そうかもしれないですね。はい、映画より。楽しいですもんね。はい。終わった後もいろいろ喋れるし、一個ネタ終わった後もちょっと感想というか、あるんで。で、しかも、あの、めちゃめちゃ長いわけじゃないですもんね。はい。全然。なんかいいかもしれないですね。だから共通のこと言います。あの組面白かったけど、あの子たち面白くなかったねとかも言えるから、いいんですよ。めちゃめちゃいいかもしれないですね。はい、なんか行ったことない人も多いから。そうだね。確かに確かに。女性も楽しいんじゃないんですか？僕も若手の頃、うちの一番下の弟が彼女連れて、デートで見に来てましたからね、新宿まで。わ、めちゃめちゃいいじゃないですか。はい。信じられないぐらい滑りましたね。二度と来るのって言いましたけど。じゃあ続いて、はい。東京都の明太子を炙った方が美味しいさん。うん。34歳。僕にまつわる数字は35です。おう。うん。1ヶ月後の10月末に誕生日を迎え、35歳になると同時に、彼女いない歴も35年になります。なんでみんな。35歳こそは、彼女欲しいな。35 ああ、そうですか。なんで ?35 歳こそはっていうのはさっきの2月9日と一緒ですもんね。だ10年後もしかしたら。あ、2月9日と10年後は明太子を炙った方が美味しいさになってるかもしれない。なる可能性が。ってことですね。でも本当にこういうのって経験ですから。そうそう。振られるのもそうですし。一回経験したら、うん、もう二回目楽だったりするんですよね。ほんと経験ですからね。確かに。一歩踏み出してほしいなと思います。35歳こそは彼女欲しいなってことは、来年いっぱいの間になんとか彼女ってますもんね。うん、だあと1年間あると考えてますもんね。なんでみんな今年中じゃないの？そう、だから、34歳の間に彼女見つけますだったら、あと1ヶ月の間にね、彼女見つけるわけですから。じゃあもう二人に宿題です。え？一旦デートに行ってください、女性と。ああ、年内。今年中に。年内にね。うん。OK。明太子炙った方が美味しいと、2月9日さん。もう、付き合う付き合わないよ、別に。そうそうそう。女性とツーショットでどっかお出かけね。一回デートに行ってください。はい、なんだこの番組は。だって、来年こそとか言ってるから、まあ、絶対に一歩さ踏み出さないなって思ったんです。そう、それはわかるわかる。宿題ね。それでなんだかんだここまでダラダラ来ちゃったからね。うん。ああ、それはいい。メール待ってます。じゃあ続いて。はい。大梅市の仲良くなりたい54歳。うん。私にまつわる数字は5です。おう。これは妻と付き合うまでに告白した回数です。4回振られ、5回目にようやく付き合うことができました。私はあの時から続婚のほの字だったのです。古いな。ほの字。全部古いな。続婚のほの字。ああ、仲良くなりたいと書いてありました。ああ、よかったですね。だから4回目で諦めてたら結婚してなかったわけですからね。これでもすごいなって思うのが、うん、やっぱ周りでもいるんですよ。何回もアタック？何回も、その、男の人がアタックして、
じゃあ一旦付き合ってみる？で結婚した人とかが推しに弱まあ負けて、じゃあ一回だけまあちょっとっつったら、あ、思ったよりいい人だったよね、うん、あれ前ここで聞いたんだっけ、その女性の方は初対面でマイナスのイメージでもどんどんこう出会ってっていい人だなと思ったらガラッと変わるみたいな。変わります。でも男性は第一印象のイメージがめちゃめちゃ大きいみたいな。あ、多分それ CM 中に言ってます。あ、やっぱそうですね。はい、だからそうそうそう、女性が何回かアタックしてもあまり振り向いてかれる確率って逆より低いと思います。わかる。うん、男性が女性に何回かアタックしたら振り向いてくれる確率の方が高いと思います。確かに。でも男性ってさ、女の人から告白されるとやっぱ緩いよね。あ、そういうもんなんですか。はい、だからあのネルトン・ベニクジルダンって昔ね、トンネルさんのやった時も、はい、年に1回のその逆があるわけよ。あ、そうなんですね。女性からの告白が、その時のカップル率高えもん。だから毎年それ見ながら、なんか緩いな男はみたいなちょっと来てもらったら、とりあえず付き合っちゃうと思うんだろうな、みたいな。それって、その、自分がめっちゃ好きじゃなくても、付き合ってみるかってなるんですか？ってことなんじゃないの？ああ、そういうことなんだ。やっぱ。そうそう。でも女性の方が結構シビアだな、最初って思うから。うん、でも4回振られたら5回目いけないけどね。うん。でもその、4回振られて5回目があるってことは、それまでに多分2人で遊んだりとかしてるから、うん、その拒否がないんですよ、多分。拒否があったら多分無理だと思うんですよ。なるほどなるほど。だけど5回その告白する、うん、それこそ隙を与えてると思うんですよ、女性側も。そうな、今日はすごいこの数字というのをメールテーマにしながらの恋愛マスター新内先生の教室がもう普段よりも前傾姿勢なんですよ。違う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 、両肘がテーブルに乗っけて前傾でね、マクロスとか本当ガンダムの時全然背もたれに背つけてましたよ。全然ザブングとか入る隙がなかったから。本当ですか、はい、宿題です、宿題です。すごい。まだ大丈夫ですか。はい、じゃあ続いて福岡市のヤスと間違われたいヨッピー46歳。うん、私の数字は120万分の1です。ん、20代の頃は体調不良で検査入院したところ、年間症例が100人いるかいないかの非常に珍しいがんにかかっていることが分かりました。あら、1億2000万人に100人、120万分の1の確率です。お医者様にブラックジャックって知ってますかとか、あれに出てくるピノコって分かりますかねと、あれと似たようなのが心臓の真上にできていますと言われ、なんちゅう先生だろうね。ブラックジャックのピノコの要はシルエットみたいなガンが心臓の上にあるってことなのかな。うん、うん、え、それじゃあそのうち喋り出したりするのかしらとワクワク しましたが、そんなことはなかったですと。で、上司に事情を説明し長期の休養を取ることを伝えたところ、アッチョンブリケと言われたことを今でも覚えています。はい、その後、抗がん剤や放射線、開放手術などを行い、おかげさまで、あ、治ったということです。よかったですね。おめでとうございます。すごい。で、余談ですが、お酒は、まあ、普通にちょっとぐらいの程度で、タバコも吸わないのですが、お医者様に、まあ、なる人はなりますからと言われました。やはり定期的な検診が大事ですので、皆様もお気をつけてくださいということで、いや、確かにね。本当に、だからもう、やっぱ40過ぎたらみんなずっと年一で行かないとね。そうですね。そうそう。30代はまあ行きたい人はまあ行ったりとかするべきだけど、やっぱ、毎年チェックはやっぱ40過ぎてから行った方がいいですね。でも心配ですけどね。やっぱその不規則な生活してるじゃないですか。結構、その周りの、その演者さんもそうですし、スタッフさんも。ああ、そうですね。だから、私は周りの人に行った方がいいよってすごい言うタイプなんですけど。でも僕やっぱもう50代になってめちゃめちゃ生活リズムが不規則じゃないから。そっか。そうだって昨日だってうちピーもその寝ちゃうからもう、ね、眠くなっちゃったんですね。はい、あ、だって12時に寝るから。あ、もっと言うと最近あの踊る大捜査線が再放送ずっと昼間やってて。あ、やってますね。あれを全部撮って全部見てたんですよ。なんで昨日はもうどうしても何回も見てるのにちょっとザ・ムービーの方も見ちゃってました。あ、
でムービーの途中で寝ようと思って。で、寝ちゃった。はい、寝ちゃいました。さあ、じゃあ続いて。はい。あ、もう一つ、じゃあ最後かな。町田から朝霞まで歩いて8時間。うん。48歳。僕は、僕の私にまつわる数字は5です。5。これは、僕が1話から最終話まで、エウレカ7を見た回数です。うん。エウレカ7は全50話なので、全部で250話見たことになります。すごい。それと、第48話の、アネモネとドミニクの神回。バレーメカニックに関しては、見た回数は軽く10回は超えています。毎回泣きながら何度も巻き戻して、見ているので、なかなか先に進めません。最近、つれさんがエウレカの話をされていて、エウレカ熱がまた上がってきたので、近いうちに6回目行くつもりです。あら、そうなんだ。じゃあ俺も行っちゃおうかな、エウレカもう一回頭から。50話、ね。はい、すごいですね。神回があったんですか？神回ありましたね。まあまあ、それぞれのこう神回、もうエウレカも全部いいんですけど。はい、めちゃくちゃいい作品なんで。まあ、シンガポールでね、ずっと見てたんですよ。ああ、言ってましたね、はい。ホテルでね、上にこう、船みたいなのが乗ってる。インフィニティプールが。うん。なんか有名なホテルに泊まって。マリーナ・ベイ・サンズ。あ、マリーナ・ベイ・サンズに泊まって、ずっと部屋から出ずにエウレカ7見てるっていう。やべ、背もたれ使っちゃう。部屋の端っこで、椅子持ってって椅子のとこでパカってやって、ずっと地べたに座りながら見てるっていう、ね、うん。素敵な思い出ですけどね。でも、エウレカ7って言ってるんでね。7回。ぐらいまで。あら、厳しいことをおっしゃった先生がね。一回も見てない。1242.com へそ @1242.com へそのスペルは HES。 ベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時、注射器の使い回しがありました。その際、血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会社。家電予備校。さあ、家電芸人土田輝之が毎週今注目してほしい最新家電をお教えします。ケーズ電機プレゼンツ、土田家電予備校。新内さんもラジオをお聞きの皆さんも一緒に家電について勉強していきましょう。はい。さあ、今日ご紹介する家電はこちら。象印魔法瓶、圧力 IH 炊飯器、塩分炊き、NWFC10。出た、塩分炊き。はい、塩分炊き有名ですね、象印さんの。まあ、お値段はしますけれども、うん、めちゃくちゃうまいです、これ。一回買っちゃえばね、はい、毎日美味しいご飯食べれるって。そう、いいことおっしゃる。その通りでございます、うん。さあ、これからね、新米の季節がやってきます。はい。新さんはなんか炊飯器のこだわりとかあるんですか？持ってますか、炊飯器？持ってます。持ってますか？ 2 台あります、うち。セレブ何がセレブなのか分かんないです。2台もあるんですよ。2台あります。うち6人のに1台しかないですから。あ、確かに私、一人暮らしなのに2台のやばいですね。そうですよ。はい。すごい。なんかこだわりとかあるんですか？いや、あ、別に、なんかこれいいよっつって。そうですね、なんかその、うん、やっぱ店員さんとかに聞いて、はい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 、どれがいいですかみたいな感じで。まあ確かにね、はい、まあみんなそんな感じだと思うんですけど、うん、この炊飯器によってですね、これお米の美味しさは全く変わってきますんで、一緒にチェックしていきましょう。はい。さあ、まずチェックしていただきたいポイントがですね、 3D ローテーション IH 構造です。どういう？このですね、炊飯器は異なる3つの底 IH ヒーターが加熱し、うん、激しく複雑な対流を縦方向と横方向にお米をかき混ぜます。ほう。この炊飯器の中でぐるぐるとお米が混ざる動きが 3D ローテーション IH 構造となっているんですね。なるほど。これ単純にだから要は熱い熱源をどうやってすると釜の中でどういうふうにお米が回転されるかっていうのをめちゃめちゃ研究されてるんです。うわー。これすごいです、うん。で、またです、これ、蓋、底、蒸気のですね、3つのセンサーがついているのですが、このセンサーが、釜の中の温度を正確に検知します。頭よ。はい。なので、吹きこぼれる、ギリギリまで大火力で、炊き続け、はあ、ふっくら美味しく仕上げてくれるんですね。なるほど。はい。で、これ、圧力センサーは、釜の内側にかかる圧力を、きめ細かく調節して、はい、食
感を引き出します、うん、で保温の時にはですね潤いセンサーで蓋の開閉回数を見張って見張ってるの、はい、どんだけ開けたか閉めたか見張って、はい、室温センサーで保温温度を補正することで保温にぴったりの温度にコントロールしてくれます。なるほど。そうだ、炊く時もめちゃめちゃこだわって保温する時もめちゃめちゃこだわってくれるというすごい炊飯器でございます、うん、さあ続いての注目ポイントは15通りの炊き分け セレクトメニューです。15通り？はい。お米というのは本当一人一人ね、この硬さとかの好みがあると思います。あ、はい、こちらの炊飯器はですね15通りの炊き分けメニューがあります。なるほど。硬さを柔らかめ、硬さとか柔らかめ、標準固めの硬さは、柔らかめ、標準固めの3段階。ほう。でまた、粘りを、弱2、弱1とか標準、強1、強2ね、まあ、弱いか強いか標準とかね、これ5段階で用意しています。この硬さと粘りを選ぶだけで料理やその日の気分に合わせて15通りの炊き分けが簡単にできるんですね。ああ、なるほど。例えばカレーライスだったら硬さは固め、そして粘りは弱めのね、弱1とか、はい。あと、焼きおにぎりなら硬さは標準。で、粘りは強い位置。なるほど。はい。あと、お茶漬けなら硬さは柔らかめで、うん、粘りは弱2。といった形で設定を変えておくと、もうめちゃくちゃ美味しくご飯が食べれます。うわ、いいな。さらに、ビタミン、ミネラル、食物繊維など、いろんな栄養素を摂ることができる雑穀米を、しゃっきり、普通、もちもちの3通りの食感に炊き分けることもできます。ありがたい。はい。だから雑穀米ね、使ってる方も美味しく食べれると思います。はい。そしてもう一つ注目してほしいポイントが、簡単な使い方です。一番大事。はい。操作はですね、タッチパネルで簡単にできます。はい。これ文字がですね、見やすく、使いやすく、大型バックライト液晶になっております。選んだ箇所が枠で囲まれるので、パッと見た感じがもう、部分が、こう見た感じでこう部分がこう分かりやすく、触った場所がこれだってすぐ分かるんですね。で初めての人でも簡単に操作できると思います。あ、すごい、ありがたい。はい。あと、お気に入りモードを使えばですね、よく使う炊飯メニューを3つまで登録することもできます。この最初にだからもうこの3つのパターン、自分の好みで登録しちゃうんですね。そうです。ますんで。はい。で、お手入れも簡単です。毎回洗う点数だ部分ってことか。はい。外して洗えるですね、内蓋と、内釜の2点だけ。大事。はい。で、面倒な作業はですね、一切いりません。はい。はい。ということで、象印マホービン圧力 IH 炊飯器、塩分炊き NWFC10。最後に気になるお値段です。ケーズ電機参考価格は135,000円です。まあまあ。さあ、なかなかのお値段ですけども、今も高級炊飯器、だいたい10万円超えてきております。そうですね。各メーカーのトップのものだとお考えください。はい。もうこれはもう縦横無尽にね、お米を舞い上げて、もう大粒でふっくら甘みのあるですね、本当に美味しいご飯炊き上げてくれます。ね、15通りの炊き分けなんかもついておりますし、とにかく操作も簡単です。この機会にぜひご検討ください。はい。今日ご紹介した商品は、ケーズ電機オンラインショップで購入できます。ケーズ電機安心パスポート会員様なら、1500円以上の購入で送料無料になります。アプリなら最新チラシも見れて、お得な限定クーポンも配信中。今すぐダウンロード。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。ケーズ電機。マルコは今日も現金値引きじゃな。いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。そんなセリフどこで覚えた。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。ケーズ電機プレゼンツ、ツッチー家電予備校。この時間は、新製品が安い、ケーズ新に走る千葉交通。千葉交通ではバス運転士を募集中。大型二種免許取得支援制度や借り上げ社宅引っ越し補助制度も。一緒に働きませんか。 93AM1242 土田照之日曜のへそ。続いて日本放送天気予報です。今日の関東地方の天気は曇り。日本放送のある有楽町もどんよりとした曇り空が広がっています。今日関東は雲に覆われています。
午後も雲が多く、ところどころでにわか雨があるでしょう。それほど強く降ることはなさそうですが、お出かけの際は雨具を持っておくと安心です。最高気温は25度前後で、昨日と同じか低いでしょう。涼しい北寄りの風が吹きますので、薄手のカーディガンなど羽織るものを用意しましょう。明日もすっきりしない天気で、朝晩を中心に雨のところがありそうです。以上、日本放送天気予報でした。時刻は1時53分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの星野彩さん、お願いします。はい、首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の小菅ジャンクション方面からの外回りは、葛西ジャンクションの手前で乗用車の事故のため静清町まで1キロ半渋滞しています。小菅ジャンクションから葛西ジャンクションまでの所要時間は20分です。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで1キロを渋滞しています。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロを渋滞しています。高速道路の状況です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に3キロを渋滞しています。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報、もう一度お楽しみいただけるサービスがあるって知っていましたか？過去の放送と限定アフタートークが聞ける公式アーカイブサービス、伊集院光の種まとめ聞き。月額550円で何度でもお聞きいただけます。これまでの種を振り返ってみませんか？詳しくはまとめ聞きで検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送、七田照之日曜のへそ。そう、こんなメール来ております。はい。無声猫さん、ね、島根県の34歳。はい。先ほど盛り上がったタイヤが半分埋まったやつですが、うん、ストリートビューで確認できませんでした。それどころか、校舎が一部建て替わっていて、全く別物になっていました。今度久々に行ってみようと思います。ああ、だし、久方ぶりにね、我が母校を見てみたら、だいぶ変わっちゃってるみたいな。結構その母校プラス母校の周辺の環境も変わってたりしません？あ、そうですね。通学路とかめちゃくちゃある。もう通学路は本当にもうここなんか竹やぶみたいなあったのにが普通にあのアパートみたいなできたりとか。めっちゃわかります。そうそう、もう全然あもうどこでも過去でも人住んでるなみたいな感じ。いや埼玉は特に。ね。まあ、ベッドタウンなんで、どんどん家はね、増えるでしょうけど、なんか、その大通りがあったんで、その一個裏の、ほんと畑の中の一本道が通学路だったの、小学校。はい。ほんと、自転車もあんま通らないぐらいの、ほんと畑の中の道で、安全だったんだけど、この間、久方ぶりに行ったら、普通に、住宅地みたいなさ。やっぱ、遺産相続でさ、相続税めちゃめちゃかかるから、だいたい地主さんって切り売りしちゃうじゃない、土地を。そうなんです、ね。そうするとそこにこう、住宅が建って、でそこに新たな人たちが来るんで、全然そういうことだった。違った子供の時と。あとこちらも。はい。東京都のハンペン侍28歳、うん。ストリートビューで母校に地面に埋まったタイヤを確認できました。お。お。水色のペンキで塗られていて鮮やかでしたっていう。うーん。あー、そっか。あ、水色一色なんですかね。ね、うち結構カラフルに塗られてましたけどね。うちもカラフルだったイメージありますけどね。うん、先生がめんどくさかったんですかね。え、あれって先生が塗ってるんですか。知らん。なんかそういうなんか業者というか会社の人がタイヤペンキ塗りメーカーあんま聞いたことないけどなんか遊具メーカーみたいなあ遊具メーカーね、確かにいろんな、はい、こうジャングルジムやらなんやらとかの、うん、そうなのかな、わかんないけどで続いて、はい、江戸川区のヨッケさん、土田さんにお知らせです。 BS 日テレで放送されているボーリング革命 P リーグの放送時間が10月7日から月曜22時30分にお引っ越しになります。はい、全録だとあまり関係ないかもしれませんがご参考までに。ちなみに僕のお気に入りの選手は型破りなバックアッパー岩見綾乃選手です。あ、野井ちゃんですね。はいはい、わかるんですね。わかります。すごいです。右手なのに左手で投げるサウスポーと同じ球ので投げるんです。え、わかります？逆に行くってことですか？逆に、型破りな逆、バックアッパーなんです。普通こっち回りって言ったら大丈夫です。こっち回りってラジオでちょっとわからないかもしれないけど、普通そうなんですよ。シュート回転。こう、かぶせるように投げるんですけど、はい、逆に投げるんです。めっちゃ難しそうですね。そう、でもそれが彼女は一番あったんですよ。で、彼女自体もちょっとこう、いろんなコスプレをしてるというか、ゴスロリだったりとかって感じの、はい、いろんなこう、毎回
なんていうの、いろんな格好、はい、アニメのキャラクターだったりとかっていう、そういうキャラクターの選手で。そうなんです。ちなみにですけども、この間の放送でね、安藤瞳プロが、Pリーグ卒業っていうことでね、ちょっとびっくりしましたね。びっくりしましたね。はい。審査はどなたか。どなたが好きですか。やっぱでも、そうですね、今もちょっとこの、1年通しの戦いに変わりましたからね、大会システムがね。あ、昔はどうだったんですか。毎回1シーズンで、だから全部で16人ぐらいで戦うのかな。はい、で、3人3人3人、トーナメントだね。で、その一番のやつ、人が優勝だったんですけど、はい、今回は年間通して今4大会になるのかな。はい、その4大会やって、その中でさらにこうチャンピオン決めるみたいな。へぇー。はい、じゃあちょっと、あれ、難易度が高くなった。まあそうですね。ただその優勝賞金もちょっと上がったりとかもするんですけども、もう16年ぐらいやってる番組なので、はい。僕はもうずっと見てまして、それこそアメトークで以前、P リーグ芸人ともやりましたし、僕プレゼンで。あとなんか BS 日テレでそれこそ、その P リーガーさん集めて、さんまさんの恋のかま、唐沢みたいなやつもやりましたね。はい。ありがとうございます。今も楽しく見ております。はい、さあ、まもなく2時です。ワンバンコ、鶴子でおま。田中美和子でおま。鶴子の噂のゴールデンリクエストがまたまた帰ってきます。リスナーの心をもっこりさせるトークと音楽を全国に届けますよ。もっこり？ほっこりじゃなくてもっこりです。どうなっちゃうの鶴子。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。 繰り返して。 FM93AM1242 土田照之日曜のへそ。パートナーはこの方、新内前がお送りしています。さあ、ということで今週じゃねえや、今週かの ML テーマは、はい、私のまつわる数字でございます、はい、港区のカズピー53歳。人生で引っ越しをした回数は日本とアメリカを2往復したのを含め全部で、さあ何回あると思いますか。和樹さん53歳。2往復したんですよね。はい。まだ日本も生活して、アメリカでも生活してですからね。10回とかですか。ああ、全部で18回あります。海外に引っ越したり日本に戻ってくる引っ越しは本当に面倒なので二度としたくないですっていう。でも2往復したんですもんね。そうですね。仕事の関係なんですかね。だからアメリカで滞在して、アメリカで何個かこう引っ越して、ほなちょっと日本に戻ってくれって言われて、日本に戻って、またこう何回か引っ越しして、もう一回アメリカ行ってくれっつって。で、やっぱこの国をまたぐのがやっぱ引っ越しは面倒なんでしょうね。いや、すごいですね。旅行でも面倒なのにな。本当ですよね。ね。すごい。18? でも、新内さんもすごいじゃないですか。ええー、もうだって、カズビ53歳でしょ。はい。神秘は神秘、32歳。でしょ。ってことも、カズキと同じ53ぐらいの時はもう全然18回ぐらい。あと8回ぐらいしそうですよ。いや、しますよ、全然。するんですかね。するんじゃないですか。一番長く住んで、はい。10年ぐらいかもしれない。12年ぐらいか。子供の頃。はい。12年ぐらいですかね。へぇー。うちなんか何回なんだろう。1、2、3、4、5。5回です。あ、私の半分。はい。一人暮らしがないですもんね。ああ、そうですよ。はい、一人暮らしないです。一人暮らしがやっぱり。何ですか。一人暮らしで。いや、一人暮らしだって長く同じ場所に住んでる人がいっぱいいますよ。そうですね。うちの後輩とかだって。そうですね。めちゃくちゃいますよ。そんなもうちょっと湿度が高いからっても引っ越しなんかしないですもん。いや、湿度が高いは本当に一番なんかそのよなんか一番引っ越したい理由でした。いや、確かにあれは引っ越すよ。あのもう事故物件と一緒だもん。うん、いや。本当に、だからその、あんなに物かびるなんて見たことないもん。次引っ越した人大丈夫なのかなって思いますね。本当ですよね。すごく。でも次引っ越した人大丈夫だったら、ちょっと怖いですね。そうですね。何が原因だったんだろうみたいな。なんであんなに湿度があるとこにいたんだろう。たまーに私、はい、その前住んでたところが空き物件になってないか調べるんですよ。おお。でもなってないんで。住んでるんだ。住んでると思います。でもまだ今の家引っ越してきて1年経ってないんで、あ、今の家の一個前が。そうです。カビだらけマンション。あ、カビだらけマンションって呼ばれてるの。私の個人的な。あ、カビだらけマンション。でも、その、やっぱトランクケース。はいはいはい。のカビを見せるとみんなに本当にドン引きされる。いやいや、あれはすごい。いや、もうだから、またまたとか、いや、それぐらい住みなよって多分なりがちだけど、いや、あの写真はすごい。あれはめっちゃ
置いといてあんなになっちゃったらもうあれはもうおかしいもん。いや、しかも私めちゃめちゃ綺麗に拭き取って天日干しもしてあれになるって相当なんで、うん、相当相当どうしてってなりましたもん。霊的な何かなんですかね。やめてくださいよ。じゃあ続いて、はい、野田市の、ラジオネームパン君、はい、私にまつわる数字ですが74分の36です。ん？これは今現在に通過あるいは滞在したことのある都道府県です。ああ、そういうことか。47都道府県ね。北は青森、秋田、山形。南は佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島などが未だに、行ったことがないですが、うん、しかしこの度10月に佐賀県で行われる国体に長男が呼ばれ、私も応援しに、佐賀に行きます。